アナッチ。何言ってるの、逆だよ逆。アナッチの書いた記事が大好評なの。今日報道部に送られてきたメールのほとんどがアナッチが書いた記事への反響なんだよ。うん、ほらたくさんの人がアナッチの記事を褒めてくれてるよ。こんなスクープをものにしちゃうなんて、さすがはアナッチだね。おめでとう、私も嬉しいよ。そうでしょう、この快感一度味わったら忘れられないよね。でもこれで終わりじゃないよ。アナッチには期待してるんだから、これからもバンバンスクープを取ってきてね。